おはようございます。おはようございます。暑いな。暑い。もうでも今日マシやわ。開拓っていうか草刈りもちょっとする元気もなく今日はこれジェジェーン、ランドクルーザー70復刻版。うん、かっこええな。これどうしたの？これ買った？買った買ったね愛車。愛車、私の愛車うぃちょっとなんかあれやな。いや、いいでなんか、なんか乗ってるね。座ってみて。オッケー。これ靴、靴いいんか。なんか。ちょっと待って。高いな。ああ、なんか、うん。大きいな。じゃあなんでこれ。まだあれカバーしてるから。新車やから。うん、いいね。あ、でも前邪魔やな、やっぱり。そうやな。うん。ちっちゃい人にはちょっと運転しづらいんかな。でも運転したら、いや、そんなことはない。あのアルファードよりもシート高いから、うん、あの前は見やすいけど長いからさ。これ復刻？復刻版。復刻版。なんかこういうところがやっぱ昔っぽいな。カクカク全体的に。うん、ええー、なあ車。あ、まだこれなんや。え、プッシュスタートないの？ないで。だって工業だもん、ほら。お前買った言うてんな。鍵あるもんとか知らんやで人の手バレバレやえ、なんかすごいな。あのピーピーもついてない。お前どうやって閉めんの？どうやって閉めんの？これ鍵。しかもこれも振るない。そうそうそう、だからそういうところを、うん、こういうのがいいんやろな。いいんかな。いや、まああの便利さで言うと、うん、ピーの方が。それはな、あの、うん、でもあのピーもな、あの電池とかさなくなるやん、うん、まあまあまあそうやろ。たまに開かへん時な。そうそうそう、もうえどうしようってなるやんそう、今のやつやったらこうドアノブをこうパッと触ったら開いてするけどな、うん、開かへん時ある、うん、それ反応せへんかったらうわやばい、うん、やっぱここやん。何やろ、なんか超おしゃれ。それ飾りやろ。 Gトップ。これも何の鍵や。人のな人のやつな。でもこれな、前ちょっとシート合わせてみて。こうどうやって合わせるの？あ、これか。いや、え、ちょっと違うやんどこ？前は前やろ。これ、うん、あ、これ？え、違う。あ、自分のこんなんかな。 それぐらい前に行ったら後ろもそこそこあるけど。いや、でも狭いな。これもっと後ろ下がらんのかな。下がらへんみたい。下がらへんの、うん、じゃあちょっと狭いかもしれへん。だってここに何も乗らへんもんな、うん、足そう入れたらさ、うん、乗らんやん。熱っ。不思議なもんがある。いや、でもなんかコンパクトやわ。え、ランクルにしては。いや、大きいで。じゃ中がな。あ、中がな、うんうん、まあ、これに上に あの、うん、テントを積んでさ、うん、あのガバッて開くやつとかつけたらかっこええで、うん、かっこええでこれ、うん、新車の匂いがするわな。新車やで、うん、綺麗もん。まだテープ貼ってあるの、ほら、うん、ほら汚れるから新車やで。
なんかもうこれが可愛いわ。え、どこ行った？エアコン。あ、ほんま、見てめっちゃ昔のやつ。うまいな。お父さんの車にあったやつ。うまいな。なあ。こういうところが復刻？昔のやつを。いやな。でもこういうのはついてるっていうな。USB。ああ、それは必要やもんな。あ、そうなん。こんなんないな。ないない。だってシガーやもん。あ、そうです。昔のやつ。シガーがなくなってんの？うん、シガーはもうない。あれ今の。あ、これか。あ、これよ。あるんはある。あるんはある。でも今の車ってシガーなくなってきてるやん。うん、車よ。じゃあ。え。どうか好き。あ、なるほどね。これもグンってやな。何やねん。鍵、エンジンかける気や。エンジンが。オーナーが向こうで見てるからおーおー見た感じはそれはあの古い感じ、うんうん、にしてるけど機能としては最新、うん、だから古いのと新しいのをこうなんか、うん、よくこんななんこことかちゃんとデジタルな、え、なんかここもちょっと古くしてほしかったな。え、でもこのメーターちゃんと燃費とか出るやん。あ、それは昔ないやん。そうないな。リセット間返金平均燃料瞬間燃費。まだ400キロやん。ほんまや。まだ1000キロ点検ないな。400キロ。新品よ。新品よ。ここ、うん、え、これ何？勝手にやってくれはんの？あ、駐車。え、ちゃうよ。それちゃうよ。駐列中。ちゃうよ。それちゃうって。なあ、サイドもこれなんや。踏むんじゃないのか。ギュッてやるやつ。ディーゼル車。後ろめっちゃ見にくい。それ合ってへんから。じゃあ、あの合ってたとしてもちょっとしか見えへんから。ああ、なんかここ低いよな。ああ、こんなもん。いや、でも、うん、男の人やったらちょっと低くない？低いかもしれない。おりんな。熱っ。うん、あ、高い。かっこええよ。これ全然、うん、高い。背が高い。背が、うん、乗るとき大変。おじいちゃんおばあちゃん無理や、こんな。かっこいいな。かっこいい。こういうのが新しいな。LED って言ってたね。うん、うわ、これ、あ、もうほら、ミツバチが、ほら。ええ。それ。これでもこれ開けすぎちゃう。うまいな。なあ。掃除大変。ここが盛り上がってんの。なんかここは。うん。ポンと。欲しいな。今日なんか開くのこれ。何これ。飾りやろ。あ、飾り。あ、開きそうやで。開くのこれ。開けていい。どうやって開けんの。ここ何。え、
アドブルー。何それアドブルーって。知らん。オイル。オイルですか。アドブルーっていう。へえ。アドブルー。そうか、ディーゼルか。かっこいいな、昔っぽいのはかっこいい な、うん、中からも開けられる、うん、こっち、あ、こっち開けたら開けられる。あ、これがあれじゃ、バックのモニターじゃ。あ、そうやんな、これがあれが、あの、あれバックミラーに映んやろうな。へー、うちも好きな。もうあのな、うちの車ももう閉まらない、閉まらない。もうそろそろ買わなあかんな、ワイパーないやん、後ろ。ワイパー使うん？使うやろ、いるやろ。いや、使ったことないやろ。ある。嘘や、うん、あるわ。あ、で、なんかすごいかわいい、チャッチ。ほんまや、使うよ、ワイパーは必要。うーん、こういう車のレビューしてる人何を喋んの？分からへんしたことないから分からへん。うちのメンバーさん、うん、車乗ってるやん、なんか、うん、みんなな、うん、何だっけあれ、最近流行ってるラングラーとかさ。ああ、ラングラー、それを自分のかのように紹介するっていう。していこう。これからしていこう。うん、ええね。かわいい。この顔がいいな。うん、欲しいな。車な、な、ちょっと買えるように頑張らなあかん。うん、乗ってる人の視点で、乗るとこんな感じ。長い感じがするけど、長いやろ、お前。アルファードからするとちょっと長いやん。そうそうそう、長いね。だから、まあ、でもなんか全然あのミラーがさ、役立ってるよな。見えてる見えてる。アルファードのやつ全然役立たへん。全然見え、あれよう見えてんの。よう見えてる。なんかあのピッ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 なってくれるけどさ、うん、あれもなんか信用ならんやん。あれな、当たる直前になるからな。そうそう。なったら終わりや。なんもないのにさ、草で反応されたら、あのもうまだいけんのにピッ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 言うから。言うな。うん。ええやん、このこのか見た目が。見た感じがかっこいい。うん、うまいな。ここバックミラー見えへんな。見えへんやろ。うん、だからカメラやっぱついてねえで。うん、いいね、いいね。カクカクしてるのが、うん、昔の、うん、ここにもう一段欲しい。そうやね、こなピヨンって出てきたよね。ドア開いたらピョンって。そう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 。でもこれもう抽選らしいからな、うん、買えへん、買いたい言うても買えへん、うん、転売する人っているやん、うんうん、買ってすぐそういうのを防止するのに、うん、だから3年間リース契約しなあかんらしくて、うんうん、だからトヨタに3年間はあの所有権があると、うん、で3年後に所有権外れて、うん、そのちゃんとしたまあ売ることもできるってことやな。賢いよなそれ。でも買ってんねんけど自分のじゃないねんで。なんか普通にやっぱり乗ろうと思った人からしたら、うん、ええー、ってなるけど、やっぱり転売の人がいや、まあそういうのが増えるとやっぱり価格がな、うん、変なことになるし、中古の方が高いっていう、うん、わけわからんことになるやん。
白がまたええわ。うん、かっこいいな。うん、まあ今日はあの人様の車、人様の車を紹介する。自分のもののかのように。いいんちゃう？でもこんなん見たい人もいるんちゃう？うん。ちょっと珍しい車乗ってる人いるしな。そうやな。ちょっと映させてもらおう。うん、なんか。ちょっとハイエースでもちょっと違うゴードンミラーとかやつとか乗ってる人いるし、うん、スバルのな、あれもすごい、あれはすごいからな、うん、人の車を撮っていこうな、うん、最近ちょっとあのネタがない、そうそう、暑すぎて作業ができずネタがないという、まあ、草刈りやったらあんねんけど、うん、草刈りばっかり、草刈りをもう取れへんやん携帯で、暑すぎて、そう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 、携帯がバグってしまうから、うん、定点でこうバーってやってるのを取りたいんやけど、うん、まあ暑さでな、うん、携帯がバグってしまう、うん、それだけ暑いんですよ、まあまあ今日はこんな感じで、はい、ではさようなら、さようなら。やばいな。買えとか言われそうや。なんて、買えって言われて。